ルブットあるのね。さあ準備完了なんだけど、もうちょい霧が晴れてほしいな。もうちょい左行こう。左。はい、このまま行きます。上げます。はい、前向いて。はい、行きますよ。走る。走る。はい、オッケー。浮いた。はい、吸われてる。はい。やっほい。これはやべえ。はい、定位置に着きました。大丈夫？ちゃんと座れてる？まあそう、ここ持って、ぐーって体持ち上げていい。よし。でね、あれですよ、風が今すごい安定してるから、最高乗り心地いいですね。バタバタしないで。そうですね。ここちょっといい。ここ持ってる。そう。この紐手突っ込んだ方がいい。右を引いてみましょうか。アデル君の配置と右旋回です。はい、もっと右引いていいですよ。そう。ほら。で戻して。左旋回してみましょうか。左をぐーっと引いてみて。で、答えあるでしょ。もっと引いてみて。こんな感じですね。まあ、じゃあ行きたいとこ行こうか。あっち行くとね、下がっちゃう。あ、でもここ雲やばいね。今度右旋回しましょう。雲から逃げましょう。雲に入っちゃって見えなくなっちゃうとまずいんで。はい、左は戻して。そうです。いいですよ。もうちょい引いてみましょう。そう。はいはい、いいですね。あ、向こう、テイクした場所に行ってみましょうよ。あそこだよ。ほら、もう一機出てきた。あれは お友達かな。あそこ行きましょうよ。もっと山につけていいですよ。あ、もう山から離れると下がっちゃうんで。はい、うん、これ今下がってる音ですね。したところより高いです。17m 高い。テイクした場所。ちょい左行きましょう。あれ、あそこほら、こういう出たよ。あれ、校長だ。あそこをめがけていこう。うまい。ほら、テイクした場所。最高。あ、上がりすぎて、もう雲の中入っちゃって、横断降りっていうあれ技なんですけど、もうあれ以上上がらないように。すごい、正面にね、富士山が見える。
黒岳見えてきた。目の前に、はい、あそこ牧場なんだよ。あそこのアイスクリームが美味しいよ。そうそうそう。でその手前が神田牛乳。まあオラッチ。まだ朝早いから。よいしょ。よし、風向きは。追い風か。
瞬前出して、はいはいはい、オッケー、はいオッケー、お疲れ、ありがとうございます。はい、よいしょ。